さて本日は3名の特別なゲストの方々をお迎えしています。まず私から3名の方々を紹介させていただきます。まずは365日の恵み奥を翻訳したブラッシュ優子さんです。優子さんは高校時代にお父様の転勤でイギリスに滞在されました。日本の大学を卒業した後に富士ゼロックスでテクニカルコミュニケーター職、翻訳のお仕事ということですに、就いた後、宣教師となるべくスコットランドの神学校で学ばれたということです。2012年からジャパンクリスチャンリンクの宣教師として働かれています。最初の初めの8年はイギリスでの法人伝道、2020年夏から名古屋の CBI チームに加わりました。未信者との聖書の学びが大好きで、伝道に役立つリソースの開発にも注力をしている方です。本日はよろしくお願いします。お願いします。次に堀田正邦さんです。堀田さんは2019年キリスト聖書神学校を卒業し、今はキリスト聖書学園のスタッフとして働いています。2018年に CBI ポールトリップカンファレンス、そのようなカンファレンスを開催しましたけれども、その時にポールトリップ先生のホスピタリティを担当をしていました。そのように365日の恵み欲の著者と直接にお話しした経験をお持ちの方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に大垣由香さんです。ゆかさんはマスタードシード協会のスタッフとして働かれています。ゆかさんはこの本書をすでにお読みということです。でまた2018年、先ほどのそのカンファレンスにも参加した経験をお持ちです。今日はこの3名の方々から恵み欲にまつわるさまざまなお話をお聞きしたいと思います。もう一度それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私から皆さんにいくつか質問をさせていただきますので、それにお答えいただければと思います。はい、最初の質問ですが、翻訳者の優子さんにお尋ねしたいと思います。はい、本書を翻訳するしたその経緯ですね、どのようにこの翻訳に至ったか、それをお話ししてください。はい、この4人の中で私が一番の新参者でして、この CBI に関してはもうタカさんはもう設立当初から関わっていらっしゃったし、クニさんは卒業生だし、ユカさんはコンファレンスに出てらっしゃって、皆さんポールトリップ大好きですよね。で CBI がすごくそのポールトリップに思い入れがあったんですね、その著作にも。私はポンと名古屋に来て、で翻訳のニーズがあるということで、CBI の働きの中でも翻訳に携わる係みたいな感じになって、ぜひこのデボーショナルが素晴らしいからやってくださいと言われたんで、うん、私に思い入れがあったというよりは、初めは、CBI の念願だったみたいなことで翻訳を始めました。はい、2022年に始めました。はい、ありがとうございます。その実際にとても長い翻訳だったと思いますが、翻訳中に与えられた喜びについて少し皆さんに分かち合ってください。うん、そうですね、翻訳作業自体からは喜びはないんですけれどもなんでしょう、その翻訳をしていた時、1年以上結局かかりましたけれども、我が家をちょっとこう試練が襲ったというか、ちょっと大げさなんですけど、大変なところを通らされた時に、やっぱりこの恵み欲の、メッセージ、毎日毎日訳してましたから、毎日毎日それに本当に支えられていたので、神様は私がこの訳すことを通して、訳すのを知っておられて、それを用いて私を支えようとしていらっしゃるんだなっていうことをすごいひしひしと感じたので、その神様の愛をずっと身近に感じられて、その試練を取ることができたっていうのが本当に大きな喜びでした。じゃあその1年半その喜びを感じながら翻訳をされたということですね。はい、はい、ありがとうございます。今も少し翻訳自体はというようなお話があったんですけれども、今日は出版記念イベントですので、
ここでしか話すことができない、まあ、翻訳苦労話を、まあ、ぜひ皆さんにお分かちいただけたらなと思います。はい、そうですね、あの CBI に来て皆さんが、トリップトリップと大好きな人だったんで、で私もはいじゃあやりますよってあの軽く引き受けてしまったんですけど、確かにこれは大きな本です。365日分もあって、少なくとも365ページ。あの日本語にしたらなんだか倍になっちゃったんですけれども、ページ数が。で、引き受けて本当に始めてみたら、訳しづらい文章でした。で、私はこれをトリップ節と名付けて、トリップ節が全開の時に、しかも私があんまり体調が良くなかったりすると、もう本当に進まなくって訳が。で文句を言い出してたのが2月ぐらいです。でその時に1月から始めたの、2022年の1月から始めて、うん、2月ぐらいにゆかさんとお会いしたんですけど、でゆかさんにこういう本が実はあって翻訳を始めたんだよって言ったんですよね。そしたらゆかさんは、え引き受けちゃったのとおっしゃって、えどうしてですか、いやこの本は訳しづらいよってちゃんと分かってらっしゃる人がいて、はい、でもねゆかさんもこの本自体は好きだったんですよね。すごくいい本だなと思ってました、うん、はい、そう、それでゆかさんが英語で読んでて、ご主人がどんなこと書いてあったのって聞くと、あの訳しづらいからなかなか分かち合えないから、そう翻訳が出るのは嬉しいけど、そっか訳担当しちゃったかみたいな感じでしたよね。そうでしたね、はい、そうで、そうなんです、だからちょっと訳しづらかったんですけど、でも本当に恵みもいっぱいということですね、うん、はい、ありがとうございます。そのトリップ節がどういうものなのかっていうところが非常に気になりますが、それは実際に本書を読んでいく中でおそらく皆さんも分かるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。で今私たちは、まあ、ポール・トリップ先生ですね、まあ、そのように名前を言っているわけですけれども、まあ、ここで少し著者のポール・トリップ先生について、まあ紹介をしたいと思います。その紹介ですが、一番実際に著者と、お会いしてお話ししたことがある堀田さんからその紹介をしていただこうと思います。よろしくお願いします。イエス・キリストの力と人々の日常生活を結びつけていくことです。2018年に初来日、そして名古屋、東京で行われた CBI ポール・トリップカンファレンスでの講演をし、それ以降も CBI メディアのさまざまなネットリソースを本当に協力してくださって提供してくださっている先生です。現在はフィラデルフィアで妻のルエラさんと一緒に住んでいます。そしてちなみになんですけど、365日の恵み欲の原作はニューモーニングマーシーズっていう、朝ごとに新しい憐れみっていう意味ですが、トリップ先生の著書の中でもかなりベストセラーなんですね。そして CBI プレスから出版したトリップ先生の本はこれで2冊目なんですけれども、その一つ目が、互いに、助け合うために、クリスチャンの霊的成果や、成長の助けを牧師たちだけに任せるのではなく、全てのクリスチャンが本当に主の御手の、器として豊かに用いられるように願って、書かれているものなんですね。そしてそのために必要なのは、まさにその全てのクリスチャンが豊かな恵み欲を経験することなのではないかなと思います。はい、ありがとうございます。続けて、堀田さんにぜひお聞きしたいと思うんですけれども、先ほど、そのカンファレンスで、ホスピタリティ役ですね、担当として実際にトリップ先生とお話をしたということですけれども、
ポール・トリップ先生っていうのはどのような方なのか、どのような印象だったのかですね、ぜひトリップ先生の人柄が分かるような具体的なエピソードをお話ししていただきたいと思います。そうですね、2018年の、カンファレンス、夏に開催したんですけど、私もそのカンファレンスで初めて、ポール・トリップ先生とお会いしました。して、本当に、この、互いに助け合うためにだとか、人はどのように変わるのかだとか、恵み欲だとか、本当にベストセラーをもう何本も何本も書いてらっしゃる先生で、すごいドキドキハラハラしながら、お会いしました。当時もなんか本当に私でいいのかみたいな思いで、ホスピタリティ担当みたいな引き受けてしまったんですけど、最初に出会ったのが、初日の朝ですね、ホテルで迎えに行きました。でそれまでは、ポール先生のスタッフとして、スタッフとやり取りをしてたので、初めて、ポール先生と直接、こうお会いしてお話しするような時だったんですけど、わかるかなどうかなみたいな感じで、でもそこからこうスラーっとした、本当になんかおしゃれなヒゲとかさ、メガネとかもう服もなんだろう、すごいおしゃれなんですね、とにかく、で余計ドキドキしちゃってで隣に、奥さんらしき方が見えて、でそこで初めましてで、そうするとか私はすごいこう緊張してたし、多分その緊張もすごい分かりやすく出てたと思うんですけど、トリップ先生は本当に気さくに優しく、なんかよろしくお願いしますって言って、英語ですがそこで一緒にタクシーに乗って、で会場まで行きました。で本当にすごい偉い先生だったから、どのように接していけばいいのか分からなかったんですけど、先生は、ものすごいフランクな、本当にカジュアルな方で、もう恵みよくじゃないんですが、本当にその会話の中ですごいもういろんなところで福音の要素に触れてくださるんですよね。だからその時は、3日間4日間ぐらい一緒に過ごさせていただいたんですけど、本当に、恵まれた、時間で感謝します。はい、その時にその中でこう具体的に覚えている言葉とかありますか？そうですね、一つ、すごいギャップを感じた時があったんですけど、トリップ先生はその講談に立つとですね、すごいいろんなこうパーソナルな話とかもしてくださるし、全然こう緊張してるような感じは全く見えないんですけど、こう控え室に戻ってきた時にすごい気遣ってしまうんですけど、なんかそうじゃなくて一緒に祈ってくれませんかと言ったり、ルエラさんが共にいてくださって、もう3人で本当に雑談しながら、いろんな分かち合いしながら、で一緒に祈りながら、そしてまた講談に戻っていくっていう時間、を過ごせたことがとても印象的です。そうですよね、本当にその人の前に立つ姿だけではなくて、その背後でどのように先生がお祈りされて備えていたかということですよね。その今のお話を聞いて本当に私も嬉しく思います。本当にその祈りなくして誰かの前で話をしたりとか分かち合う、福音を伝えるということはないんだなということですよね。祈っていく中で本当に福音を伝えることができるということですよね。いや本当に
嬉しく思います、今の話を聞けて。ちなみになんですが、今のお話の中でこの先生にお会いした時に隣に奥様らしき人がいたっていうのは、はい、あの奥様でいい、はい、はい、奥様でした。ちゃんと訂正しておかないと。奥様らしき女性だと、はい、奥様らしき女性、はい、らしき女性ではなく、はいはい、あのご本人様でした、はいはい、あのルエラさん、はい、とても素敵な、そうですよね、はい、ちょっと先生 の名誉のために、はい、それはそこはぜひ確認をしておかなければなというふうに思いました、はい、うん、ありがとうございます。ちょっとですね、堀田さんへの質問がまた続いてしまうですけれども、はい、あの今日はね、実はここに、トリップ先生の本もたくさん持ってきてくれているんですが、堀田さんは、トリップ先生の本が、とても好きだということです、うん、なので、せっかくの、今日は機会ですから、今日はね365日の恵み欲の出版記念ではあるんですけれども、他の本ではどのような内容を書いているのかとか、その中で実際に堀田さんが教えられたこととかね、それを少し皆さんにお話ししていただければなと思います。はい、そうですね、あの私が初めて読んだトリップ先生の本はやはりこの恵み欲、だったんですけど、2015年に、この英語の入門ニグマーシーズをプレゼントされて、そこから、トリップ先生の本を知りました。そしたら、カウンセリングでかなり著名な方だと知って、クリスチャンカウンセリングの本とかをちょっとこう読むことにはなったんだけど、当時の私には難しくてあの、後々進学校の授業とかですね、あの非常に参考に、させてもらったんですが、今なんでしょうね、気づいたら手に取ってるあのトリップ先生の本があって、実はあの先生から直接いただいた本なんですけど、これ詩、を書かれるんですね、トリップ先生で、もう全部詩なんですけど、何でしょうね、本当にこの人生のいろんな経験を、ある意味生々しく、こう本当にこう鮮やかにこう表してて、で自分もなかなか言葉にできないような感情をこの詩を読んで、本当に初めてこう気づかされたり、そういう経験を何度も、してきたんですね。で、これ福音に基づいたこう瞑想っていうか、うん、そういう、副題になってるんですけど、本当にこの詩の中で、恵み欲と同じようにですけど、本当に福音が、たくさんこう結びつけられてて、うん、これは大好きな本一つです、うん。せっかくですのでもう一冊ぐらい、もう一冊ぐらい、はい、どうですか、もう一冊、そうですね、実はいろいろ持ってきてしまったんですけど手元に5、6冊あるので、いえいえ、1冊ではちょっと全部は申し訳ないんですが、他にちょっと今日持ってきたのが、これですね、実はアドベント、対抗説の、デボーショナル、ブックで、これも、去年の、アドベントの時に、読みましたが、とても良かったです。おすすめします。英語ですが、そしてこれは、Do You Believe？ すごいおしゃれなカバーデザインですが、どういう本だと思いますか？これ神学書なんです。こう組織神学のもう本当に聖書論、神論を、罪論とか、一つ一つこう取り扱ってるんですが、とてもトリップ先生らしいというか。うん、一つ一つの神学がこうやって絵で表されてて、でトリップ先生は趣味というか絵を描かれててですね、うん、でなんかそういったトリップ先生の個性もすごい出てる神学書だなっていうです、はい、ありがとうございます。たくさん本を持ってきていただいて、本当にポール・トリップ先生が好きなんだなということがよく伝わります。でもそれだけ、ね、先ほどのお話にもありましたけど、実際に近くで
先生とお話をして先生の人柄に触れて、まあ、それで引き込まれていったっていう、まあ、そういう感じかなというふうに思っています。はい、まずもう少しですね続けて、まあ、この著者のポール・トリップ先生が、まあ、どのような方で、まあ、どのようなことを実際に教えておられるかということですね、それを今日はこのイベントを見ている方々にお伝えしたいなというふうに思っています。で、先ほどから2018年に実際にポール・トリップ先生が来日されてカンファレンスがあったということをお伝えしていますけれども、そのカンファレンスですね、私も参加しましたけれども堀田さん、ゆかさんもそのカンファレンスに参加されたということです。ですのでぜひお二人からそのカンファレンスに参加をしてその時に学んだこと、まあ、少し先ほどの質問と重なるような部分があるかもしれませんが、学んだことや、まあ、印象に残っているエピソードですね、それをお話ししていただきたいと思います。ではこれはゆかさんからお願いします。はい、そうですね、2018年のポール・トリップカンファレンス、すごく恵まれた時を過ごさせていただきました。2日間にわたるカンファレンスでしたけれども、あの2日間フルに参加させていただいて、本当それぞれの日からたくさんの恵みと、また本当にあのいろんなインスピレーションをいただいた、すごくあの充実した2日間だったなと、今からこう思い返してもそう思えるようなカンファレンスでした。本当にあのそれを実現させてくださったあの CBI のスタッフの方々に本当に感謝をしていて、今本当にあのこの話がここでできるというのもすごく不思議なことなんですけれども、改めて本当にありがとうございますと言いたいです。で、あのまた本当にコロナがなかったらもう一度ポール・トリップ先生をお呼びする予定がありましたよね、確か。そうだったんです。そうですよね、そう、それを私すごく心待ちにしてて、そしてそれがコロおそらくコロナでダメになってしまったんですよね。それをすごく残念に思っていました。またそれが再度実現することとかっていうのはあったり。そうですね、どうでしょうね。あのそれは本当に、はい、2020年の春を予定していたんですけれども、うんうん、そうでしたよね。その時は、家族、はい、をテーマにしたカンファレンスを企画していたんですが、もう本当に、コロナがやってきた、時だったので、もろにそれを受けてですね、はい、もうキャンセルせざるを得ませんでした。まあ、かなり先生も年を、されていて、うん、で海外でのご奉仕がなかなか難しくなってきたので、うん、まあ、あの以前のようなカンファレンスは、うん、今後できるのかどうかはちょっとわからない状態です。そうですね、はい、でも続けてね CBI としてさまざまな先生 の, あのリソースの役だったり、またあのビデオのさまざまなあのメディアを通してこう発信してくださっているのがすごく、うん、あの感謝ですし、あのこれからもすごい楽しみにしているところです。よろしくお願いします。ありがとうございます。このカンファレンスであのすごく私が一つ印象に残っていたのが、あの本当にポール先生がこう惜しみなく自分の経験を私たちと分かち合ってくださったことで、特にこうご自分の失敗の経験、自分の罪の経験だったりとか、そういうものを恐れずに分かち合って、そしてそこから私たちと一緒にこう学んでくださるというか、学ばせ私たちをも一緒に学ばせてくださるというか、そのようなこう態度をこうずっとそのカンファレンス中貫かれていたことがものすごく印象的でした。やっぱり本当そういう罪の話だったりとか失敗の話っていうのは、こう自分のプライドが邪魔したりとかで、なかなかそこまでこうオープンにできることではないんじゃないかと思うんですけれども、それをあえてオープンにしてくださって、あの私たちにそこから学ばせてくださるっていう、その態度が本当に、あ、福音に生きていらっしゃるんだなっていう、うん、そのことをものすごくこう先生の言葉からもそうですけれども、その態度からもこうすごく納得できるあの部分だったので、そのことをあのすごくよく覚えています。ありがとうございます。ぜひまた堀田さんにもこのカンファレンスのエピソードをお聞きしたいんですけども、まあ、今その罪とか失敗をポール・トリップ先生がお話ししてくださったということなんですけども、例えばそれで具体的に先生の、まあ、そのカンファレンスでもいいですし、実際にお会いしている中で、例えばどういう自分にトリップ先生がですね、どういう罪があってとか、どのような失敗をしたとか、まあ、そういうようなことを何か覚えてることが
あれば、ぜひそれをお話ししてください。ですね、それ私の失敗ですか。いいね、先生が、はい、どういうその失敗をしていたか、ね、うん、そうですね、あの本当にゆかさんがおっしゃった通り、あのトリップ先生はこう惜しみなく自分のいろんな体験談をしてくださるお先生だなっていうのがとても印象的で、でその2018年のカンファレンスで一番残った言葉は、トリップ先生が確か、東京の、ね、会場で、話されてたことだったと思うんですけど、それは日本に来た、まあ、カンファレンスの、3日目、名古屋で2日間、やって、で東京で1日っていうふうにやったんですが、東京のカンファレンスの結構最初の方で先生が、私は日本に来て、人生一番美味しいピザを食べましたっていう。でもう会場が完全にそれ持ってかれて、このピザ屋さんどこだろうとかさ、あの後であの Q&A の時間があったんですけど、そのピザ屋さんの質問さ、めちゃくちゃあって、なんかその質問をさばいてたあのドリュー超先生、本当に大変だったんじゃないかなと思って。あのでもそういう先生が本当に自分のこう生活を包み隠さずにいろんな話をしてくださるのが印象的で、まあ、あの私当時、まあ、裏方をしていたので、あんまりカンファレンスの講演内容は聞けなかったんですけど、ポール先生と奥さん、ルアラさんと、一緒に時間を過ごす中で、何回か一緒に食事も、させてもらうことがあって、あそこでも本当にグルメなんだなっていう、ピザじゃないけど、グルメなんだなと思いながら、でもなんかあのポール先生だけじゃなく、ルエラさんも同じように本当にその、いろんなこう何でしょうね、経験とかを通して、示された自分の罪だとか、そこで経験した、主の憐れみとかを、話してくださったんですね。で、2人が揃った時に、何でしょう、この2人の間であったこう、大変な時の話とか、もう初めてお会いする、私なんですけど、本当にその中でこう正直にいろんな話をしてくれたんですね。で、まあ本当になんかいろいろ助言もくれ、なんかすごい偉い先生から、まあ、どういった経緯でここまで来たのかっていうのは、私たちには全然見えないところなんですけど、本当に先生も、まあ、いろんな、なんだろうね、まあ、先生の言葉を借りると本当に失敗、通して、示されたことって、まあ、あの先生にとって大きかったんだなって、知られました、はい、そうですよね。本当にそのポール・トリップ先生が本当にこう多くの人に受け入れられている、まあ、理由の、まあ、大きな理由の一つとして、やはりそういう失敗ということを、まあ、隠したくなるということがあると思うんですけども、まあ、実際に先生がその自分の失敗をお話しされて、同時に、まあ、そこに生きる福音ですよね、まあ、それを同時に語ってくださって、まあ、そこでこう私たちは、まあ、安心もしますし、もう一度福音に生きるということがどういうことなのかということを、まあ、再認識させていただけるのかなというふうに思っています。この365日の恵み欲ですね、私はまだこう全体としては読んでないんですけども、最近ようやくその手にすることができましたが、その中で読んでいても、まあ、実際にそういう同じようなことを感じていますね。こう先生が書かれていることの中にある種非常にこう罪が示されるということもあるんですけれども、同時にその福音があって、それに安心を覚えて、まあ、このような自分だけれどもいいんだということですね。自分の力ではなくて福音によって自分が生かされていて、これでいいんだということをこう受け取っていく、そのようなこう365日に本当になっていくんだろうなということを考えています。私もこの、 あの恵み欲ですね、1年を通してデボーションとして持ちようと思っているので、非常に私もこの先生の失敗とその話と
善戦も罪のことも書かれていますけれども、まあ、そういう中で福音がどういうふうに働くか、まあ、そのことを私自身も本当に受け取っていきたいなというふうに思っています、うん、ありがとうございます。質問はまだまだ続くですけれども、ここで一つアナウンスがあります。聞いている、そして見ている方々にアナウンスがあります。それはこの365日の恵み翼の割引の紹介です。2024年の1月10日まで出版記念価格として 20% オフで販売をしています。定価は税込みで2750円ですが、それが2200円となります。そしてさらに今晩の365日の恵み翼オンライン記念会ですね、この出版記念イベントですが、これに申し込んでくださった方、つまり今見てくださっている方々には、この2割引きに加えて1冊からでも送料無料でお届けしますということです。大盤振る舞いだということです。すでにお申し込みをいただいた方には申し訳ありませんが、送料無料のキャンペーンはすでにお申し込みされた方には適用されないということです。この点だけご了承ください。でこのキャンペーンで購入するためには、これからチャットでご案内するリンクからアクセスをする必要があります。チャットの案内でリンクが流れますので、そちらをご覧ください。一つ注意していただきたいことは、この割引ですね、有効期限が12月16日、まあ、今週の土曜日までとなっています。有効期限は12月16日今週の土曜日までです。でその日までに代金のお支払いもぜひ済ませていただけると助かります。2200円送料無料でこの本手に取って読んでみたいなというふうに思われる方は、ぜひそのリンクから購入していただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。それでは本の話に戻りたいと思います。皆さんにお尋ねしたいのは、今まではポール・トリップ先生の人柄であったり、これまでどのようにこう日本で教えてこられたかとかですね、そういう点をたくさんお話ししてくださったんですけれども、少しこう本に集中して本書の特徴ですね、この本が、皆さんはそれぞれこの本をどういう本であるというふうに受け取っているかですね、それをお話ししていただこうと思います。最初に優子さんからお話しください。お願いします。はい、そうですね、このさっき国さんもおっしゃってたんですけど、ポール・トリップさんの先生のその働きは福音には人を変える力があると。でその福音を、信じているクリスチャンがけれども、その福音を毎日に適用できていないという現実があると。その現実をずっと牧師としてカウンセラーとして見てこられた先生の視点で、本当に頭であるいは口で信じていると告白していることを実生活に落とし込んでいきましょうという本当にスタンスで書かれていて、それを本当に助けてくれるなと感じました。はい、ありがとうございます。ゆかさんはどうでしょうか。はい、そうですね、この本は、私たち自身の持っている神観と自己像というか自分のアイデンティティ、イメージ、自分の見方というものを正しく、してくれるものかなというふうに思います。神がどういうお方であってどういうお方でないのか、そして私たちがどのようなものであってどのようなものでないのかというのを本当に日々のこの恵みを通して教えてくれる、そのような本かなというふうに捉えています。うん、ありがとうございます。堀田さんはいかがでしょうか。もうお二人こう言ってくださったんですけど、この本の特徴は、365日ありますから、毎日読んで、そのいろんな内容があります。今日はどんなエピソードが書かれてるのかなとか楽しみにしながら、手に取って読める本なんじゃないかなって思います。そして本当にそれを読んでった時に、全然神学書とかではないんだけれども、
自分の罪ってこんなに深刻な問題なんだなっていう、それをこう神学的にこう理解していくというより、こう自分の生活、まあ、トリップ先生の生活なんですが、それを通してこういろんなこう罪の見せる顔っていうか、それを無視せずに直視して、そこに現れる神様の本当に豊かな恵みの、を多方面から本当に、見ていくっていう本だなって思います、うんうんうん、いやありがとうございます。これまでそのトリップ先生の、人柄ですね、ピザの話もそうですし、先生の舞台裏でのお姿ですね、で実際に教えておられたことや、今この恵み欲の特徴を3人の方々に皆さんにお話ししていただいたんですけれども、おそらくこの出版記念イベントを見られている方々は少しずつこう興味が深まって、それでは実際にこの本どういうことが書いてあるんだろうかですね、ここまでこう福音が語られて、それが適用されてということをお話ししてくださっているわけですけれども、ここで内容紹介も兼ねて皆さんの好きな箇所ですね、それを実際に本を開いて読んでいただいて、そこで感じることですとか、それを短くで構いませんので、皆さんにこう分かち合っていただこうというふうに思います。ではこれは、ゆうこさんからですね、内容紹介も兼ねて本書の好きな箇所を、皆さんに読んでください。そうですね、ちょっと軽いタッチで好きなところをいきたいと思います。好きなところいっぱいあるんですけども、私が一番好きなのは3月25日です。というのはその日が実はすごく面白いから、読むとちょっと笑っちゃうからなんですけど、あと私もすごく共感できるからなんですね。でこの3月25日は、急いでスーパーに行ってきたい時に、他の人のせいでイライラしてしまう、レジで待たされてイライラしてしまうっていうエピソードが書かれてる、そういうシーンを想像してくださいっていうことなんですけど、絶対トリップ先生もこういうことが日常茶飯事である人なんだなっていうのが分かりますし、私も本当にそうなんです。なんかそんなに急がなくてもいいのに、どのレジが一番早いかとか必ずチェックして、で選んだところが実は遅いと、もうすごいイライラしてる自分がいるんですよ、バカみたいに。でそのしかもね、なんかちょっとこう、あ、ちょっとこれ変えてきますかなんか言っちゃうようなおばさんがいたら後ろでイライラしますよね。そういうその怒ってるあなたを想像してくださいって書いてあって、で私たちは本当にすぐ怒っちゃいますねって言った後に、神がこのような私たちとは正反対の存在であられることは本当に慰められる事実ですよね。私たちに対して怒りを発せられて当然の方、しかも怒りのゆえに取ろうと思えばどんな行動でも取る力のある方が、実は怒るのに遅い方なのです。聖書は神が怒りに満ちた方だと言っていません。むしろその逆であって、神が恵みに富み愛にあふれておられることを何度も私たちに教えています。神が私たちのようではないことを今日改めて感謝しましょう。本当に神が私のようでないことを私は日々感謝するものです。これが私の好きな、3月25日皆さんもぜひ読んでください。はい、ありがとうございます。では次に堀田さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと、雰囲気はガラッと変わりますけど、私の、好きな箇所といいますか、すごく、響いた、箇所が、4月、19日、の日です。4月19日のエピソードは、トリップ先生が、カウンセリングしていた時に、その相手の方がの経験されてたことを、振り返って書かれた、ところです。そして、その方がものすごくこう自分に落ち込んでいる、時だったんですね。いろんな意味で本当に行き詰まって、失望落胆している、時だったんですけれども、そこにある、もう本当に、こう失望とか後悔とか、
いろんな感情は決して無駄ではありませんっていう、ところなんですね。とお読みします。後悔するのは恵みです。恵みによって私たちは自分の罪と向き合い、責任を転嫁しないできちんと認めることができるようになります。しかし露呈した罪を許すのもまた恵みなのです。恵みによって私たちは後悔し痛みを感じますが、イエスによって罪の代償はもう払われたという恵みのおかげで、私たちが償いをする必要はありません。コロサイ人の手紙2章14節に、私たちを責め立てている債務証書はイエスの犠牲によって取り除かれたと書いてある通りです。私たちが過去を振り返るとき、押しつぶされることはありません。許しの恵みによって重荷は除かれたのです。振り返って救いの恵みを喜ぶことはいいことです。過去の罪を嘆くことも良いことです。でも後悔の念で動けなくなってしまうのもよくありません。過去をしっかり見つめつつ、将来に希望が持てるところに恵みがあるのです。そしてこの恵みはあなたのものです。あなたは自分の過去を書き換える必要はありません。自分を本当よりも、よく見せる必要はないのです。イエスがしてくださったことのゆえに、あなたは事実を直視することができます。認めなければいけないことは認め、告白しなければいけないことは告白しつつ、新たによりよく生きるために前に進むことができるのです。あなたの過去を許した恵みが、今度はあなたに未来を新しく生きる力をくれるのです。という、箇所ですけれども、本当に、後悔ってすごく厄介な感情だと思うんですけど、ずっと残っちゃうんですよね。でどうしても自分で解消しきれないし、どんだけ頑張って頑張ってそのこう穴を埋めようと したとしてもなかなか埋まらない、でもそれが本当にこう多くの恵みをこう注いでいただく機会なんだっていう箇所で、で後悔自体も恵みですっていう表現がかなりこう衝撃的で、っていうのは後悔自体がいいっていうのではなく、それとしっかり向き合った時に、神様がこう見せてくださるその許しの力だとか、本当に罪を償うイエス様の十字架の御業の、豊かさだとか、これが本当に分かりやすく伝わった箇所だったので、とても大好きな箇所の一つです。いや、ありがとうございます。ではゆかさんお願いします。はい、私の好きな箇所の一つは6月の22日です。一番初めにこのようにあります。自分が何を礼拝しているかは日曜の朝に明らかになるのではありません。それ以外の時間の自分の言動によって明らかになるのです。教会に仕えることをこう仕事にしているものとして、この一文がものすごくぐさってきたんですよね。で、まあ、ここでは人間がみんな礼拝者だということについて書かれているんですけれども、ここのにあるあの文章の中でちょっとお読みしたいんですけれども、すごく本当だなというふうに思わされるところがありました。聖書によれば礼拝の対象は2つしかありません。あなたの神学はどうであれ、突き詰めて言えばあなたは創造主を拝み自分の命を捧げているか、あるいはこの創造主によって作られた被造物を拝んでいるかのどちらかです。罪により私たちは皆多かれ少なかれ偶像礼拝者となってしまいました。そうして主がおられるべき場所に自分自身や他の人、他のものを据えてしまっています。唯一の誠の神、生きておられる神を礼拝することにおいてのみ命が見つかります。何であれ他のものを礼拝すれば滅びの道を歩むことになるのです。今日あなたが発する一つ一つの言葉、あなたが発する一つ一つの選択、あなたの取る一つ一つの行動は、あなたが何を礼拝するかによって決まってきます。あなたの心の中で今日も繰り広げられる礼拝戦争以上に、
あなたがイエスの恵みを必要としていることを端的に示すものはありません。もうグーの音も出なかったんです、これを読んだ時に。あ、本当にその通りだなと思って、特にこの、最後の部分は毎朝読んで自分に言い聞かせたいなという思うような部分で、今日私が発する一つ一つの言葉、私がする一つ一つの選択、私が取る一つ一つの行動、これが私が本当に心の中で何を礼拝しているかによって決まるんだって、ある意味ものすごく恐ろしいことだなと思って、特に日曜日の朝にこれを本当に自分に言い聞かせたいなっていうふうにいつも思って、開いていたりするので、ここはなかなかぐさっとくるところですけれども、すごくおすすめの箇所です。いや、ありがとうございました。今のこの3つの3箇所ですね、こう読んでも今のこの私たちがとても恵まれているっていうことがすごく、こう雰囲気としてですね、実際にこれをご覧になっている方々に、ね、こうどこまで伝わるか分かりませんが、今この場所はとても恵まれた雰囲気の場所になっているということが非常に嬉しく思います。今の、ね、3つの箇所を読んでいただいて、私自身もすごく恵まれているなというふうに思います。この時間一緒に過ごせてよかったなというふうに思っています。ありがとうございます。次にお尋ねしたいことなんですけれども、実際に、この本ですね、今この内容を少し、紹介していただいたわけですけれども、この本書を読む前と後ですね、それで、これが変わった、自分のここが変わったなという部分ですね、例えば、自分は何々の罪と戦っていたんだけれども、それが変わったですとか、何々の出来事があって落ち込んでいたんですけどもそれが変わったとか、別にこの罪やこう落ち込んでいたということに限らず、こう読む前と読んだ後ですね、どういうふうに皆さんの中でこう変化があったか、それをお聞かせいただければなというふうに思います。じゃ、これも同じように優子さんからお願いしたいと思います。はい、そうですね、本書の中でポール・トリップ先生はですね、例えば先週が良い1週間だなと思ったとしたら、それはなぜ良かったんですかって正直にちょっと時間を取って考えてくださいって書いてあって、でその良かった、例えば私が先週は良かったと思ったら、その理由っていうのは問題がなかったとか、そうですね、そう、もう無事だったみたいなことが多いんですよ。でその私たちが良い人生、良い1週間、良いなんとかって言ってる時の、その基準に神様の国、神の国を第一にするとかそういうことは全く入ってなくて、自分の生活が快適であるっていうことが一番になってしまってるっていうのをすごくこの本を読んで、なんでしょう、もう何度も何度もこう問われたことがあって、なのでまだ全然変わりましたとは全然言えないんですけれども、今毎日こうクリスチャンとして信仰者としてキリストにあるものというのがもうすでに素晴らしい、でいろんなことが今日起こってくると思いますが、信仰者として対応できるように、なんか無事じゃない日も絶対あるけれども、そのいろんなものがこう来るときに、福音に生きているからこそ取れる選択をすることができるように助けてくださいというような一日の開始になったと思います。ありがとうございます。で、堀田さんいかがでしょうか。はい、私はですね、この2015年にこの本を初めていただいて、でその時にこうちょっと読んでいたんですけれども、実は言うとですね、当時読んでいたけれども、この本当に福音に生きるっていう日常生活の中で神様の恵みに期待していくっていうのがあまりよく分かってなかったんです、正直。でその後に、進学校に入って、そこで、勉強させてもらったり、いろんなミニストリーに携わってもらった、こともあったんですけど、
その中で、まあここではあまり話しませんが、いろんなつまずきもあったわけなんですね。で、何でしょうね、そのつまずきを通してこう気づいたら、まあこの恵み欲とかで示されたその福音の豊かさ、そしてそれが本当に日常生活を通して見出されるんじゃないけど、本当に聖書が語ってる福音の、いろんな側面が日常生活で教えられるんだなっていうのを、私 の本当につまずいてたと、落ちてた時に、気づかされました。なので、まあ、先ほど、読んだ4月19日のその後悔、っていう箇所だとか、こういうところでも主の恵みに期待していいんだって、待ち望むってこういうことなんだなっていうことを教えられました。はい、ありがとうございます。ゆかさんはいかがでしょうか。はい、そうですね、この365日の恵み欲の、ゆうこさんが訳してくださったののプルフリードのお手伝いをさせていただいてたんですけれども、その間にちょっとこう自分の生活の中でとても大変なことが起こって、本当に大きなチャレンジの中にあって、こうものすごく感情的にもこう物理的にも疲れて、こう混乱して、怒りもこう絶望も悲しみも、そんなものがごっちゃになって、こう自分のこう感情だったりだとか、こうもういろんなものを持て余して結構大変な状態になってしまったんです。でもその中でもすごくこのニューモーニングマルシーズっていう一番初めこの先生が書かれた英語の原書は私にとっても思い入れの深い本 でこれの日本語訳をものすごく待ち望んでいたものとして、そのお手伝いはこう引き続きさせていただきたいというふうにゆうこさんの方にお願いをして、このお手伝いをそのままその混乱の中でさせていただいたんです。少しゆうこさんが初めの時に言われたのとすごく似ていて、やっぱし神様はこの本を通してその混乱の中にいる私の心を取り扱ってくださったんですね。本当にその不思議なタイミングっていうのも本当に神様がこう計画してくださったことなんだろうなと今になっては思うんですけれども、先ほど私はこの本をこう神観を正し、そしてまた自分自身の自己像を正すものというふうに捉えていると言いましたけれども、まさに日々これをプルフリードさせていただいていく中で、その部分が一番正されていったんですね。そうするとこう自分が持て余していた感情だったりだとか、どうしてなぜっていう疑問だったりとかが自然に整理されていったんです。で、ということは多分私の神観だったり自己像の見方、自分自身の見方だったりに歪みだったり間違いがあって、でその混乱状態をきたしていたものが、この本でそれが正されていたがゆえに、こう自分の感情だったりこう怒りだったり、もう様々な疑問というものがこう一つ一つこう解きほぐされて、正しいところに戻っていく、そんな感覚を味わうことができました。なので本当にこの恵み欲はただただ恵みを浴びる、そしてその中に安らぐものであると同時に、それをしてたらなんか整ったみたいな、サウナみたいな感じですかねそう、整うところまで経験できるような、そんな本かなというふうに思います。ありがとうございます。本当にこの365日の恵み欲ですね、今皆さんにこのまず好きな箇所をまず実際に読んでいただいて、その中でどういうことを感じたかということをお話ししていただいて、今の質問はですね、こう本当にそれをどのようにこう適用させたのかということを、お話ししていただいたということになるわけですけれども、なんとなく、このようなこう365日のこうデボーションガイドというのは、私もこれまでも別のものもいくつか読んだことがあるんですけれども、特にこの365日の恵み欲を、実際に読んで、また今日皆さんのお話を聞くと、こう
どこか私はこう一人でこのこういう365日のデボーションというのは、まあ、一人で読んで、まあ、自分でこう受け取ってということかなというふうに思ってこれまでやってきたんですけれども、まあ、やはり今日の皆さんのお話を聞いてると、まあ、これはこう一人だけではなくて、まあ、実際にこのように何人かの方と会って、まあ、その同じ日に同じものを読んでこう分かち合って、もうあたかもこうなんていうんですかね、もうバイブルスタディのようにもまあ使える、こう用いることができる、本だなということをすごく感じています。まあ、教会でもね、神学校などでもそのような分かち合いをすることができるなというふうに思っています。はい、で最後の、質問ですね、まあ、質問ではなくて、最後に、これから、まあ、本書を読む方々に、3人の皆さんに、まあ、一言ずつ、まあ、メッセージですね、まあ、推しポイントです。この365日の恵み欲の推しポイントはどこかということを、最後に語っていただこうかなというふうに思います。これも優子さんからお願いします。はい、そうですね、正直な本なので、私たちの罪のある姿を直視させられることになるんですけれども、でもその見た瞬間、そこはもう恵みで覆われてるっていうところも必ずついてきますから、潰されることはないということで、本当に恵みを浴びて、クリスチャンとして成長したいなと思う方にぜひとも読んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。では堀田さんお願いします。はい、この、デボーションテキスト、まあ、いろんな使い方があると思うんですけど、この推しポイントは、まあ、スタートはもちろん1月1日、なので、まあ、今は12月ですが、来年から始めていただいても、もちろん、まあ、素晴らしいと思うんですけど、推しポイントとしては、まあ、いつ始めてもいいっていうことです。別に1月1日でも12月11日、まあ、今日ですけど、からでも手に取って、その初日から恵まれるっていう、こんなにいいものはない。だいたい本は一章読んでもよくわからない。ちょっと読み進めないとなんか内容が入ってこないっていうのがあると思うんですけど、このテキストは1日分読んでも恵まれるっていうのが、まあ、素晴らしいなと思います。ありがとうございます。ゆかさんはいかがでしょうか。はい、そうですね、この本本当に私このデボーショナルが日本語になるのをすごく待ち望んでいたので、本当にいろんな方に手に取っていただきたいなと思います。きっと日本語になって、これがなることによってこう恵まれる方すごくたくさんいらっしゃると思うので、今これを見てらっしゃる方もぜひご自身のために、そしてまたお友達のためにも買ってあげていただきたいなって思うんです。でクリスマスも近いですしね、プレゼントとしても最高じゃないかと思います。本当に英語でずっと読んでたんですけど、やっぱり日本語に訳されたものを読むっていうのはすごく違う、こう新鮮なこう視点だったりだとか、やっぱりこうこの言葉が英語だったらそんなに刺さらなかったのに日本語だと刺さってくるっていうものもあったりするので、もう現象を持ってらっしゃる方にも本当におすすめしたいと思います。そして読んだ人だけにわかるトリップ節トリップ節って本当にあって、だんだん読んでいくと癖になってくるんですよね、このトリップ節が。なのでそれもぜひ皆さんに体験していただきたいところだなと思います。でも何より本当に神様の恵みの大きさにもうひたひたに疲れて、そしてさらには整うところまで持っていけるという、そんなのを皆さんにぜひ味わっていただきたいと思うので、そこを推しポイントとさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。非常に私もすでに持って読んでいるんですけれども、皆さんの推しポイントを聞いて読んでいるんですけども読みたいなっていうふうに思うことができました。ありがとうございます。最後にもう一度案内ですね、割引のリマインドをさせていただこうと思います。もう一度お読みします。2024年1月10日まで出版記念価格で 20% オフで販売中です。定価2750円ですが2200円となります。今はさらに今晩のこのオンラインイベント
で、まあ、申し込んでくださった方々にはこの2200円の割引ですねに加えて1冊からでも送料無料でお送りします。すでにお申し込みお振り込みいただいた方には、申し訳ありませんが送料無料のキャンペーンは適用されないことをご了承ください。でこのキャンペーンで、購入するには、今ですねおそらく出ていると思いますがチャットで案内するリンクからアクセスをして、ご注文していただくようによろしくお願いします。有効期限は12月16日今週の土曜日までです。その日までに代金のお支払いも済ませていただくようにどうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にどうもありがとうございます。最後に翻訳者であるブラッシュ優子さんにお祈りをしていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、愛するご在天の父なる神様、今日このような出版記念のイベントをすることができたことを感謝します。この365日の恵み欲という本が日本語で出たことを本当にあなたのお働きの一部を担うことができたことを感謝します。 CBI キリスト聖書学園も最近立ち上がった一般社団法人 CBI も本当に小さな組織ですけれども、どうぞ神様この働きをあなたがこれからも進めてくださり用いてくださって、日本のお一人お一人のクリスチャンや日本の教会をあなたが祝福してくださいますようにお願いします。それによって栄光があなたに着せられるようにお祈りいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン。ありがとうございます。本日はこのイベントにご参加くださって心から感謝いたします。少しでも皆様が恵み欲について知る機会となったのであれば嬉しく思います。皆様の歩みが恵みを浴びる恵み欲で満たされますように。それではありがとうございました。